こんにちは。荒川区の整体頭痛専門勝見街道整体院院長の本谷勝見です。よろしくお願いいたします。今日はですね、頭痛とそれに伴うむくみですね、大抵の方は皆さん足のむくみに悩んでいる方多いんじゃないでしょうか。それと眠気ですね。はい、なぜ、頭痛が起きるとむくみが来て、そして、眠気が来るのかということについて、ね、お伝えしていきます。まず、頭痛に関しては、医療機関とかで検査をして異常がない、大抵こういう方が多いんですけどね、異常が見つからない、こういった場合はですね、血行不良、血流を良くすればですね、頭痛は改善されてきます。ただ例外がありまして、激しい運動をしたりとか、お風呂に入った時痛くなる方もいらっしゃいますけども、そういう方はまた注意が必要になってきます。私もね、激しい運動するとちょっとやっぱ頭これ痛くなっちゃったりってね、ありましたけどね、その辺はまたね、次回のね説明したいと思います。まずはね、血流を良くすれば、頭痛は改善するってことをね、覚えておいてください。その上でですね、頭痛に対してこうむくみがある、これ結構多いんですけども、結局そのふくらはぎ、ここですね、ここがむくんじゃってる方が多いんですよね。でこれを、血流を流すストレッチっていうのをね、今日紹介してみたいと思います。はい、まずはですね、皆さん学生時代とかよくやったと思うんですけど、こういったふくらはぎのストレッチですね、こういうのこういうのよくやったと思うんですね。はい、これをですね、手を両手を膝についてもらって、片足ずつ10秒から20秒1回ずつですね、交互にこんな感じ、こんな感じですね。はい、頭痛があって、むくみがある方はですね、ぜひこれ調整してみてください。で結局ですね、頭痛があってむくみがあるとなると、当然寝不足になって眠気が起きてきて、日中ですね、お仕事中ね、もうそれこそ船を漕いじゃったりとか、そういう方があると思うんでね、頭痛の方はね、結構眠気を襲う方多いと思います。僕もそうだったもんね。皆さん気をつけてください。はい、今日のポイントは一つですね、頭痛があって足のむくみがある方、そして眠気がある方、ふくらはぎのね血行を良くするためにこのストレッチ、片足ずつ10秒から20秒ですね、やってみてください。今日は頭痛、むくみ、眠気、この3つについてお伝えしました。ありがとうございました。